久保さん、今回対象の章、像にしましょうか、像。像ですね、対象の章。まあ、あの、これ意味が、精神活動が向けられるもの。研究の対象とかね、目標相手と、対象。これね、対象って僕ね、大事だと思うんですよね。この精神活動が向けられるもの。うん まあ、どこに気持ちが向いてるのかっていうね。まあ、あとは、あの、比較対象もありますけども、多分ね、久保さんも比較したと思うんですよね。まあ、あの、前回の久保さん動画で比較っていうところでありましたけど、まあ、対象っていうところも一つある。比較もあるし、対象もあるし。うん。要は、当時ね、あの、ネオヒルズ、ネオヒルズだ、みたいなテレビでやってて、 自分は麻雀店でやってて、自分の生活とテレビのブラウン管の向こう側の生活、なんでこんな違いがあるんだっていうね。そこに気持ちがいったっていうね。そこに気持ちがいかず、いや、俺はこのままでいいんだ。麻雀店で赤字垂れ流しててもいいんだと。俺は俺の人生。うん。赤字垂れ流してても、麻雀店でやっていくんだ。俺の人生だと。俺はこれでいいんだ。 っていうなんか対象物がなかったら多分そこを目指すというかそこをやってみようと思わなかったんじゃないかなと思うんですよね。うん。なんで貧乏の人がまあ全員じゃないと思いますけどもな割,割かし多いのが貧乏の人がお金持ちを目指すって割かし多いじゃないですか。それなんでかっていうとうんそこに対象したからですよね。そこにああなりたいなまあ成功したいなお金持ちになりたいなっていうそこに精神気持ちが。 方向性が向いたからだと思うんですよね、うん、でその向くときになんだろうな、うん、向き方というか、うん、なんすかね、うん、まあ、強さ、うんまあ、まあみんな思うんだけどみんな対象してまあ比較対象してね、うん あそこの家はベンツに乗ってるとかね。だから比較対象はするんだけど、なんすかね、その重,重みというか強さというか、対象してるその、まあこの対象の意味で言うならば、精神活動が向けられるもの、その精神がどれだけのパワーをそこに方向性を向いてるのかっていうのが、結構その人生を大きく変える一つのルーツなんじゃないかなと思うんですよね。まあそれが弱いんだったら、いいなで終わるだろうし、うん、それが、 めちゃめちゃ強かったらない、いいなで終わらないと思うんですよ。絶対なりたいみたいなね。こうなりたいと思うだろうし。まあ、その対象を向けた時の、大きさまあ像もでかいと思うんですけど、うん、その像がちっちゃかったら、うん、イメージもちっちゃいだろうし、行動のパワーも小さいだろうし、気持ちも小さいだろうし。でも、この多分ね、対象って、なんでこの対象っていう感じになったのかな でまあ、僕が想像すると像って大きいんで常にその大きいもの対象した時にその大きいものっていうイメージで像がついたのかなっていうねまあこれちょっと調べたらそう意味が出てきたんでそもそもこの「対象っていうねうーん言語た単語を作った人は「対象っていうのは大きいものっていうなんか意味合いがあって像をつけたんじゃないかなと思うんですよね。 どんな大きい像を描くのかっていう。でも、もともと像はね、大きいよっていう。<laughs> ちっちゃい像って赤ちゃんしかいないですよね。基本的にクソでかいじゃないですか。多分、像の体重って何、何トンレベルですよね。像体重で調べてみますか。平均体重、像。像は、な、なん、どれぐらいですかね。うん。4トン。<laughs> 4トン。大きいので8トンいるらしいですよ。オスはおおよそ6トン。メスはおおよそ4トンまで成長されると言われています。オスのゾウの中では大きいのには8トンに到達するゾウもいると。8トンって半端ないですね。<laughs> でかいですね。うん。だから、そのね、例えば100グラムのゾウとかいないですよね。うん。まあ、人間って3、まあ、ヤマトくん3000グラムぐらいですか ?4000 グラムとか。 なんかグラムじゃないですか。まあ、ね、大きい赤ちゃんは1キロ、2キロいるかもしれないですけど、まあその、ね、人間が4トンまで成長するとかありえないので、ありえませんよね。まあ、頑張って300キロとか、まあすげえね、あの人の300キロとか200キロとか、まあその程度だと思うんですよ。まあ、身近だったら100キロぐらいはいると思いますけど、うん、4トンとか6トンも人間なんないですね。 人間じゃないです、ね、うんだけどその体はまあなんだろうな象みたいになれないけど気持ちは象になれるんですよ。ここ結構出して <laughs> 体は象みたいになれないけど気持ちは象より大きくすることもできるし強さも象よりをそのね自分が描く対象物を大きくするイメージを大きくするとかねその目標を大きくするいくらでもできるじゃないですか。だからそこななんだろうな 大きさ、強さ、重さっていうのが結構大事なんじゃないかなと思いますね。多分、久保さんと同じように、ああ、すげえな、今の若者は、なんか、派手にやってんな、で、終わった人たちもめちゃくちゃいると思いますよ、当時。テレビ見て。なんか、ね、お昼す、みたいなね。うん、へえ、みたいな。で、終わった人もたくさんいると思います。数えきれないほど。 うん、でも久保さんがそこに到達した理由はうんまあ強い思いえ描いてるものがあったんじゃないかなと思いますね。い、うん、ってらっしゃい。